の子ってどこかで一回はハマるのかなっていうぐらい恐竜が好きでして、その恐竜の、曲になっています。でこちらは独譜が必要です。で、その独譜をしっかり練習するんですが、やっぱりこの絵とか内容に惹かれまして、生徒さんの方は興味を持って弾くことができることですね。で、発表会で弾いたりとか、何かの小さいコンサートで弾いたりとか、そのような形で使えるといいと思います。興味を持って、弾くことができる。そしてそのイラストを塗ることができる。でこの塗り絵に関しましては、ね、性格も分かりますし、やっぱり緻密に塗る生徒さんは曲も割と緻密に仕上げたがるので、その辺の性格分析なんかもちらっと眺めながら進めることができると思います。